耳から学ぶニューアース第4章。エゴは様々な顔でいつの間にか私たちのそばにいる。1。どれもエゴである。危機物語。他者に何かを求めるエゴは求めないエゴなどないが、それが物質的な利益であれ、権力意識であれ、優越感であれ、あるいは自分は特別だという意識や肉体的、心理的な喜びであれ、そのニーズを満たすために何らかの役割を演じてみせるのが普通だ。だが、通常は自分が役割を演じているとは全く気づかない。役割になりきっている。ごく微妙な役割もあれば、演じている当人以外なら、誰の目にも明白な役割もある。エゴは他者の関心を糧にして声太る。他者の関心は、要するに、ある種の心理的なエネルギーだ。エゴは、すべてのエネルギーの源があなた自身の中にあることを知らないから、エネルギーを外に求める。エゴが求めているのは、今にあるという、形のない関心ではなく、承認や称賛や賛美や、とにかく注目され存在を認めてもらうという何らかの形を持った関心である。他者の関心を怖がる内気な人もエゴの欲求から解放されているわけではなく、他者の関心を求めつつ恐れるという矛盾したエゴを抱えている。恐れとは、関心が否定や批判という形を取るのではないか、自己意識を強化するどころか萎縮させるのではないかという不安である。だから、内気な人は、関心への要求よりも、恐れの方が大きい。内気には、多くの場合、自分はダメな奴だという圧倒的にネガティブな自己意識が伴う。観念的な自己意識は、自分は、こうだああだという思いは、圧倒的にポジティブだろうと、ネガティブだろうと、どれもエゴである。ポジティブな自己意識の陰には、きっと、それでも、まだ十分ではないという不安が隠れている。ネガティブな自己意識の陰には、必ず他者より偉大でありたい、優れていたいという願望が隠れている。自信たっぷりだったり、何が何でも優越感を感じていたいというエゴの奥には、自分が劣っているのではないかという無意識の恐れが存在する。逆に、内気で自信がなくて劣等感を抱いているエゴは、優越したいという強い願望を隠している。多くの人たちは、状況に応じ、接する相手に応じて、劣等感と優越感の間を揺れ動く。そこで、あなたは次のことを心得て、自分を観察しなくてはいけない。誰かに優越感や劣等感を感じたなら、それはあなたの中のエゴが感じているのだということだ。